江口城は、大阪府大阪市東淀川区の旧、江口村周辺にあったと言われている日本の城。大隅神社周辺を流れている、淀川江口と記載されている、大隅神社の狛犬、江口の戦いで有名な江口城であるが、遠隔、上隔や正確な場所については、不明な点が多い。東淀川区市によると、追記あるは、 三好正長で、江口の戦い以前も築城されていたのかは不明である。この戦いが終わった後に、三好長慶の手に渡り、その後、中川茂雄が上手となったようである。明治時代初期に執筆されたと思えれる、東雪城志寿氏によると、安永5年の正月に江口村が、火災に遭い記録が消滅してしまったと記載され、詳しい資料はほとんど残っていない。 廃場に関しては不明である。城郭に関しては、東淀川区市によると、旧五福島神社6月大隅神社に合祀されている。周辺もしくは旧田中邸が想定されるとしている。また、東雪上志寿市では広域に江口村を想定している。この地域は、明治時代までに江口村という集落があったが、今の地形とは大きく異なる。 これは、明治22年の近代の淀川改修事業で、淀川の流域が大きく変化したためである。北側を流れる神崎川は、現在よりも川幅が広く、東南を流れる淀川は逆に狭かったと思われる。江口村は、この三方向を川に挟まれる、デルタ地帯で、上ししの絵図によると、 この神崎川の南一帯に江口村があり村の中には堀もしくは川の支流のようなものが記載されている。しかしこの絵図にも同地域の大部分はすでに宅地、高地化されており、当時よりすでに城石を忍ばせるものは少なかったと思われている。唯一城内にあったと伝承されている江口と記載された狛犬が大隅神社に移築されている。ありがとうございます。